ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やあ、霊夢。今日はなんだか嬉しそうだな。そうね、これを見て。このチャンネルを登録してくれた方が5000人を超えたのよ。おお、それは嬉しいな。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルを続けてこれたのは、数多くの応援あってだから本当に感謝しているの。そうだな。これからも見てもらえるよう、頑張ろうぜ。そうね。今後もいろいろなウイスキーを飲んで、その情報を共有したり、より美味しくウイスキーが飲めるようになる話をしたいわ。それに加えて、新しい企画も考えていきたいね。新しい企画、なかなか難しいよな。今の状況が落ち着けば、様々な蒸留所に行って、動画を作ろうと思ってるけれど。なるほど。行ける機会を楽しみにしとくね。ところで、せっかく5000人を超えたのだから、今日は記念となるウイスキーを飲もうよ。それは良いな。じゃあ、興味深いスコッチウイスキーを5杯飲もうぜ。今回もスコッチなのね。どんな銘柄になるか、楽しみにしておくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあ早速、飲んでいこう。まず最初、1本目に飲むのは、ザ・グレンリベット12年だぜ。なるほどね。ザ・グレンリベット12年はなかなか。ってあれ、ボトルデザイン古くない？ちょっと前までのボトルデザインに似ているけれど、違うわよね。そうだな。このボトルはピュアシングルモルト容器の80年代流通ボトルみたいだぜ。なるほど。いろいろ旧ボトルを飲み比べてみたいわ。そうだな。旧ボトルはなかなか手に入らないから、簡単ではないけど、いろいろ飲んでみる価値はあるな。私もあまり詳しくないけど、最近の旧ボトルもこんな感じでいろいろあるんだ。なるほどね。これらを飲み比べできる場所があったら、行ってみたいわ。そうだな。まあ、見かけたら飲んで、メモをしておけば、それぞれの違いに気づけるかもしれないぜ。それもそうね。じゃあ、今回はこのザ・グレンリベット12年を飲もう。了解だぜ。なるほどね。これはどこか丸みを帯びたフルーティーな香りが感じられるわ。そうだな。時間の経過を良い意味であまり感じさせないフレッシュさが心地よく、みずみずしく、まろやか。特徴的な青リンゴと程よいシェリーも良い。12年熟成のスペイサイドモルトとしての完成度の高さは、オールドボトルであることを分からせてくれるぜ。なるほどね。現行もまあ、良いのだけれど、かつての味わいも興味深かったわ。オフィシャルの12年を年代ごとに飲んでいく。それによって見えてくるものもあるんだと心から思ったね。それは良かった。次は、結構個性的な70年代流通や90年代流通なんかも飲もうな。そうね。それまでは、現行を飲んで、味わいをしっかり学んでおくね。それも良いな。現行の12年にも、違った良さがあるから、しっかり感じておいてくれな。そうする。じゃあ、続いての銘柄は何かしら？そうだな。続いて2本目に飲むのは、グレンファークラスのファミリーカスクだぜ。おお、グレンファークラスのファミリーカスクね。確かファミリーカスクは、蒸留所オーナーのグラント家が所有する、10万タルものストックから選び抜かれた、1954年から2004年蒸留の中で、各年の一番良いタルを、シングルカスクでボトリングしたシリーズね。そうだな。家族経営の蒸留所だからできる、他に例を見ないシリーズなんだ。そうだよね。毎年何本かリリースされていて、その多くが美味しかったと聞くから、私も今後いろいろ飲んでいきたいのよ。なるほど。それは、なかなか険しい道になるかもな。え？どうしてかしら？今回飲む1992年は28年熟成で、ファミリーカスクの中では比較的若いから比較的安価で飲めるけどさ。ちょっと待って、92年も全然安価じゃないと思うけど。まあな。でも1杯4桁で飲めるじゃん。80年代だと5桁行くのもあるし、もっと貴重なものだと、1杯6桁も。それは険しい道になるね。そうだな。70年代以前は、1年に1杯ずつ飲めばいいんじゃないか。今の霊夢なら、それくらいが限度だと思うぜ。あまりに高すぎるのを飲むのは、まだ早いぜ。わかったわ。そもそも今日飲む92年も私にとってはまだ早い気もするし。確かにな。でも、ちょっと背伸びするくらいなら良いと思うぜ。今回は5000人記念だし。そうだね。じゃあ、飲んでいこう。これは、すごいわ。どっしりとしたシェリーの鮮やかな甘みが感じられるわ。そうだな。まろやかでとても濃い。嫌味のない立体的な甘みはとてつもない自信が感じられ、開放的に心地よい香りと底知れぬ深い味わいが広がっていく。しっかりと濃いドライフルーツのような甘みが癖になり、繰り返し飲みたい気持ちにとてもなる。度数の高さは忘れ去られ、ずっと口に含んでいたいと思う。かなりおすすめの味わい。加水でより開く香りは依存性があるのではと感じるほどに良い。確かにそうね。シェリータル熟成の味わいが好きな人ならきっと満足できる。かなり深くて素晴らしい1杯だったね。そうだな。92年のグレンファークラス。より熟成期間が短いものだったり、今後出るであろうより熟成年数が長いものも飲んでみたいな。そうね。今後は30年熟成を超えてくるから、楽しみね。
そうだな。霊夢が次の婿頃には、どうなっているのか。いろいろな意味で気になるぜ。そうね。その時も一緒に飲みたいわ。飲みたいぜ。じゃあ、続いてのウイスキーを飲もうよ。そうだな。じゃあ、3本目。それは、グレンファークラス30年だぜ。続いても、グレンファークラスね。これはなかなか良いボトルデザインね。って、これはスクエアのサガかしら？お、よくわかったな。これはサガとシナノヤのスコッチウイスキーコラボレーションだぜ。へぇ、そういうボトルもあるんだ。どんなボトルなの？去年の3月に抽選販売されたボトルで、1990年蒸留、30年熟成のグレンファークラスだぜ。なるほどね。このグレンファークラスがどんな味わいなのか、なかなか興味深いね。そうだな。このボトル、サガの生みの親として広く知られる。河津明俊氏はこう述べているぜ。破壊と創造。その均衡が向上性を生み出す。だが人は創造を尊び、破壊を嫌悪する。創造の見せる甘い夢を信じ、破壊が示す現実から目を背ける。この液体を口に含み飲み干せ。長い時を経て、創造の柔肌は破壊の切っ先を丸め込み、核も甘美な味わいを作り上げた。これぞ創造神の魔力。だが我は創造神に抗う。埋伏された破壊の力は汝の中で覚醒する。破壊の力に身を任せ、杯を重ねよ。肉と血と魂を、創造の呪縛から解き放て。破壊せよ、破壊せよ、破壊せよ。お、すごい迫力を持ったコメントね。かなりハードルが上がったけど、しっかり飲むわ。お、非常に力強いシェリーの風味がありありと感じられ。複雑な作りのスイーツのように、様々な甘みが、様々な感覚で感じられる。爆発的に広がっていく甘みは河津氏のコメントのように、ある種良い意味で破壊的。既存の価値観を打ち砕くような最上の味わい。これは、かなり素晴らしいグレンファークラスだと感じたわ。そういう意見もあるな。このボトルは意外にも飲みやすさがあり、超熟のものでたまにある飲みにくさはほとんどなかったな。35年や40年が出た時は、1本ボトルで手に入れたいと思ったぜ。なるほどね。確かに、次出た時は抽選に応募してみようね。一緒に応募しような。じゃあ続いて、4本目。次は気分を変えてアイラモルト。キングスバリーのボーモア21年だぜ。お、続いてはボトラーズのウイスキーね。そうだな。このボトルは通称ゴールドと呼ばれるカスクストレングスのシリーズで、特に際立った個性を持つ樽を厳選した、同社最高品質のシリーズなんだ。へぇ、オフィシャルのボーモアはいろいろ飲んだけど、ボトラーズのはあまり飲んでないから楽しみね。そうだよな。私にとってボーモアは結構思い出深い銘柄だから、私もすごく楽しみだぜ。じゃあ、早速飲んでいこうよ。そうだな。なるほどね。程よく優しいスモーキーさがまず感じられるわ。そこまで刺激的じゃないピーティーな味わいもまた良いの。そして、気高く個性的なオイリーさが深く口の中に広がる。モルトの甘みは柔らかくきらびやか。ちょうど良い熟成感で全体的に満足度が高い、なかなかに深い一品だったわ。なるほどね。確かに、淡美で魅力的な一杯だったな。そうね。もともとボーモアは好きだったけど、昨日よりもっと好きになったわ。それは良かった。私ももっとボーモアを好きになったな。これからも、そういう気持ちになるウイスキーばかりを飲んでいきたいね。そうだな。割とどんな味わいのウイスキーでも、違った一面が見られた。という意味でしっかりと意味があるけど、より好きになれる一杯はより良いな。最後の一杯は、そういう意味で前者かもしれないけど、なかなか興味深い一本だからしっかり飲もうな。あら、マリサにしては後ろ向きな意見ね。続いてはどんなウイスキーなの？そうだな、5本目は。オクトモア 12.3 アイラバーレイだぜ。オクトモアね。これは世界で最もヘビリーピーテッドなシングルモルトとして、発売以来愛好家にとって伝説のような存在となってきた銘柄よね。そうだな。オクトモアはシングルモルトの規制概念を覆す。解き明かせない方程式としても知られ、リスクを顧みることなく、様々な視点から探り、想像を超えて挑戦することでウイスキーの新しい領域を押し広げているんだ。そんなオクトモア最新の12シリーズでは、繊細にバランスの取れた、柔らかなスモーキーさを探索していて、ただピーティーであるだけでなく、複雑かつ豊かなフレーバーを感じられるような仕上げになっているみたいだぜ。ちなみに、フェノール値は 118.1ppm。これはスモーキーなことで知られる。ラフロイグ10年の 45ppm と比べると圧倒的だな。でも、去年のオクトモア 11.3 アイラバーレイの、フェノール値 194ppm と比べるとやや落ち着いているぜ。熟成は5年間で、全期間アイラ島で行われたぜ。また、ファーストフィルアメリカンオークダルト。ファーストフィルペドロヒメネスタルにて熟成しているな。へぇ、それじゃあ、飲んでいきたいわ。ところで、12.3 以外の2本は飲まないの？そうだな。飲み比べをしようと思ったけど、今日のところは 12.3 だけにしようぜ。それも良いね。この1本の味わいをしっかりと味わうね。そうだな。じゃあ早速。
やはり特徴的で刺激的な PT 差が感じられる。でも、以前のものに比べどこか控えめ？そう思った瞬間もあった。でもやはり刺激的で、飲み進めていくと徐々に見えてくるものがある。麦の甘みや、繊細なペドロヒメネスの甘み。ウッディーさや、かすかな塩っぽさ。最後まで消えることはない刺激の中で、様々な味わいを見つけるのは楽しい。普段から飲みたい、そうは思わないけれど、たまには飲みたくなる。しっかりと満足のできる一本だったわ。確かにな。私もオクトモアを普段から飲みたいとは思わないけど、リリースされたら全部飲んでおきたいと思ってるぜ。そうよね。残りも今度一緒に飲もうね。そうだな。ファミリーカスク含め、またいろいろ飲もう。視聴者のみんなも、最近飲んで美味しかったウイスキーや、この動画で紹介してほしい銘柄があったら気軽にコメントお願いね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。